トゥーランドブログの時間です。隠されし不条帳シリーズ、今回は宮下文書に記される危機とは全く違うヤバすぎる内容についてお話していきます。はい、ということで本日もね、禁断の古文書、宮下文書のお話でございます。まあ、前回の動画ではね、宮下文書の成り立ちとか、偽書認定されるまでのこう異様な流れ、そして返済に重複が関わっていたこと、宮下文書の衝撃的な冒頭シーンをお伝えしてきました。はい。もうね、序盤からびっくりするような展開でしたよね。ねえ。そもそも始まりが日本じゃないというね。それ一番びっくりした。ねえ。ここからはね、危機に登場する神様がバンバン出てきますけども、かなりね、危機とは違う描かれ方をしているので、衝撃シーンが満載でございます。なんと。それでは、ヤバすぎる宮下文書の内容について触れていきましょう。危機とは違いすぎる神、雨の皆神主。宮下文書の始まりに登場する天の世7代の神々は、4色の人種と共に趣味線と呼ばれる高い山に住んで文明を築いてきました。はい、この天の世7代の神々は、その名前から火山の大噴火とそこからの再生を表していることがわかります。うん、つまり物語の前には大規模な噴火があり、そこから趣味線と呼ばれる場所に移動してきた民族が天の世7代の神々であるということが考えられるわけですよ。そうですね。そしてこの天の世7代の時代が終わると、次は雨の皆かよ穂神の時代っていうのが15代にわたって続いていくと。なるほど。ね、雨の皆かといえばね、古事記の一番最初に登場する原初の神、雨の皆神主を連想しますよね。そうやね。そう、ここから一気にね、古事記日本書紀に記される神様が現れ始めるんですよ。おお、こっから。で、この雨の皆神、穂神の一代目の神がご存知、おい、雨の皆神主だというわけですよ。あ、やっぱりそうなんですね。そう。しかしで、一つ前の世代である天の世7代の神様、必ず男女ペアで登場してましたよね。あ、そうやね。危機の冒頭では、一人神が現れてはもうどこかに隠れてしまうっていうシーンがひたすら続くやんか。うん。ね、宮下文書では、もう男女ペアで神々が登場してくるんですよ。うんうん。そうなると、危機で一番最初に登場する一人神である雨の皆神主の扱いどうなんのって感じですよね。あ、そうやね。危機における雨の皆神主は現象の神であり、宇宙神的な神様で、男性でも女性でもない存在として描かれてるんですけれども、宮下文書ではなんと、なんと男性神として描かれてます。お、男性なん？男性やったみたいです。決まってた。そして雨の皆神主の対となる女神の名前が、雨の皆か姫の神。姫の神、姫なんですね。あー、やっぱ男女なんです。そう、宮下文書では雨の皆神主の女神バージョンが登場するっていうそういうことやね。危機を知ってる人からするとなかなか面白いですよね、これね。なんかね、イメージついちゃう。姫なんやみたいなしかも宮下文書に出てくる雨の皆神主はね、趣味線で人間と一緒に暮らしてたから、まあ、神様っていうより、まあ、王様的な存在やったんじゃないかと、おら、まあ、考えられるわけですよ。宮下文書の記述によると、この雨の皆かよの時代に趣味線を離れて、今でいう中国の北京のあたりにたどり着いたみたいなんですよ。あ、そうなんや。そう。そして彼らはそこに神丹という国を作ったとされてます。神丹。そう、神丹とは古代中国の意匠であり、ね、雨の皆かよでは北京のあたりを拠点にして、まあ、自分たちの国神丹だとして設立したわけですよ。なるほど。趣味線という場所から北京への謎の移動も気になるんですけれども、うん、この神丹という言葉自体は、ね、神という国が語源だとも言われてるわけですよ。ね、この宮下文書が書かれた当時にね、古代中国のことを神丹っていう風に表現したんやと思うんですけども、うん、まあ、神自体は紀元前905年から紀元前206年に存在した国なんですよね。ほうほうほう。後の記述から分かるんですけど、趣味線から現在でいう北京のあたりに移動し、うん、神丹という国を作ったのはおそらくね、5000年以上前の出来事だと推測できるんですよ。おお、めちゃくちゃ前やね。そう、そんな感じで雨の皆かよの時代に趣味線から移動してきて、北京の方にたどり着いて神丹国を築き、そこから15代ほどね、歴史が続いていくわけなんですけれども、うん、最後の15代目の神、高見結びの代で時代が大きく動き始めます。まずね、宮下文書における高見結びの記述がめちゃくちゃ興味深いから、まずここから説明していきます。はい。宮下文書で明かされる高見結びの衝撃の正体、危機における高見結びっていうのは、雨の皆神主に次いで現れる造花三神というめちゃくちゃ偉い神様として登場するんですよ。うん。しかしね、宮下文書に出てくる高見結びは雨の皆かよの最後の神様として登場し、さらにとんでもない別名が明かされてるんです。別名。宮下文書に記される高見結びの別名、それは雨の神王師の神。神王師の神。そう、雨のとか神みたいなのはいろいろな神様の名前につくので、うん、ここでの注目ポイントは神王の部分。神王の部分ね。神王って言っても聞き覚えのない名前やと思うんですけれども、うん、この神王ってね、
古代中国における伝説の帝王、うん、秦王と同じ名前なんですよ。ほう、そういうことね。そう、秦王は炎帝秦王とも呼ばれていて、古代中国の伝承に登場する三皇五帝の一人である。ほうね、蛇の姿で描かれる伏羲や人類を創造した女神、女花と並ぶ存在として伝えられるとんでもない神様なんですよ。おびっくりすることにね、うん、この神王が高見結びと同じ神様やと、お宮下文書では伝えられてるわけですよ。めちゃくちゃ重要ちゃう。古代中国のすんごい神様と一緒の存在やと。ちなみにこの神王は4、5千年前の神様やと言われてるんで、まあ、相当昔の存在なんですよ。そうよね。つまり雨の港への15代目神王の時代がだいたい 4、5 千年前ということになりますよね。そうよね。まあ、この辺はもう伝説に伝説を重ねての仮説になるからね。まあ実際どれくらい前かわからないんですけれども、うん、まあシュメール神話で言うとアッカド王朝くらいですかね。ああ、なるほどね。一回シュメールが滅ぼされた時期ね。滅ぼった後ね。このこの神王は人々に医療とかね、農業を伝えていったそうなんですけれども、うん、見た目はめちゃくちゃすごかったみたいなんです。見た目がすごい。まずね、この神王、うん、牛のような角を生やし、おお、角ね、内臓丸見えやったらしいんですよ。丸見え。クリオネみたいな。思ってたのと違う。内臓丸見えで、うん、脳みそも丸見えやったみたいな。嘘でしょ。ほぼドクターゲルよねこれね。ドラゴンボール。そう、見た目は異様ですけれども、人々に農業とか医療を伝えたことや五穀豊穣の神様と言われているので、めちゃくちゃ偉大な神様だと。偉大なんやな。そして農業、医療、五穀豊穣といえば大国主と全く同じようなステータスですよね。ああ、確かに。そんな内臓スケスケの高見結びこと神王はある時で、王子たちにこう言ったわけですよ。ね、子供たちよと、うん、東の海を渡り蓬莱という場所で新たな国を作りなさいと。あら、来た。ここで出てくるのよね。ここで来たね。東の海っていうワードと、うん、富士山を意味する蓬莱っていうワードが出ましたねと。はいはい。いよいよここで日本に向けての物語が展開していくわけですわ。やっとかいな。やっと来たと。で、このお父さん神王の命令を受けて、まずね、東に向かったのが神王の五男、うん、国と子たちの命でした。おお。もう日本神話やったらもう地球そのものと言われるような、うん、国と子たちの命がね、数百人の眷属を連れて東の海に向かいましたけれども、けれども一向に帰ってこなかったと。あらららら。まあ、言っても当時の航海ってもうめっちゃ危険やからね、うん、成功率低かったのが帰ってこなかったと。そこでさらにね、神王の七男である国佐治の命が家来をゾロゾロと引き連れて東の海を渡ります。はいはい。激しいこう荒波を乗り越えてね、もうすごい航海やったんでしょうね。なんとか無事にね、日本に上陸した国佐治の命なんですけれども、うん、まあ、日本広いやんか言うても、まあ言うてもね、肝心の蓬莱さんが見つかりませんでした。まあ行っただけじゃね。そう。でそこからいろいろな地域を回りまくったんですけれども、うん、まあ、蓬莱さんは見つからず、ね、どうしたらいいかなと思って途方に暮れてると、案内するでっていう存在が現れました。お、案内人。そして国佐治の命はその案内人に導かれる形でなんとかね、うん、蓬莱さんにたどり着いたわけなんですよ。おお、ようやく。で、蓬莱さんを見たら、うん、国佐治の命はもうそのあまりの素晴らしさにすっげー山やなと、もう感動して、うん、こんな山もう2つとないと、うん、いうことでその山を富士山と名付けたんです。あ、2つとないってことか。そうそうそう、そういうこと。なるほど。ついにね、宮下文書に富士山らしき山が登場しましたと。いや、遅い遅い。そっから始まれ。そっから始まれ。それ始まりつい。ちなみに宮下文書で登場する富士山っていうのは、うん、まあ、現代の僕たちが知っている富士山を表しているのかどうかっていうのははっきりとは分からない。あ、そうなんや。いや、地理的にはもう飛騨山脈の火山のことを表してるんじゃないかっていう説もあったりね。ああ、はは。そう、もしね、宮下文書に登場する富士山が飛騨山脈の活火山のことやったとすると、うん、その山は寝長野県と岐阜県にまたがる焼岳のことだと考えられます。ああ、なるほどね。そうなるとね、青銅竹内文書の伝承にある神々はまず最初に飛騨の山に降り立ったっていう伝承にもつながってくるわけですよ。とにかくね、中国大陸から日本に上陸した国佐治の命はもう死ぬほどの思いをしてね、現在の富士山が飛騨山脈にたどり着いたわけですよ。ようやくね。そんじゃ最初に出発して帰ってこなかった国と子たちの命どうなったかと。うん、実はね、うん、日本に上陸してたみたいなんですよ。あ、そうなんや。そうで、着いたけれども、こう日本の先住民の攻撃にあって、あ、やべえと。彼らの攻撃を防ぐためにね、淡路島で陣取ってたみたいなんですよ。あ、淡路島で。そうね、危機ではイザナミが最初に生むのが淡路島でしたけれども、うん、宮下文書では最初に降り立った神が最初に陣取った場所が淡路島だと記されてるんですよ。ああ、じゃあ危機とリンクしてる、ね、ちょっとリンクしてるんだよね。若干、うん、目的地からずれまくってた国と子たちの命も、うん、なんか噂聞いたのが分かんないんですけども、うん、ね、なんとか富士山にたどり着いて、おお、弟の国佐治の命と合流します。ああ、よかったよかった。よっしゃ、会えたねと、うん、2人は再会を喜んで、うん、共に日本を統治していこうじゃないかってことを約束したわけですよ、うん、はいはいはい。そしてこの富士山の周囲に広がる一帯を、うん、高間ヶ原と名付けたと。
高間ヶ原。そう、危機ではもうね、天界のことを言ってたけれども、うん、そうやな、宮下文書ではもう富士山の周囲に広がる一帯を高間ヶ原と名付けたと、あら、言うてるわけですよ。へえ。まあそんな感じでね、いよいよ本格的な国づくりがスタートするのかと思いきや、思いきや、ここで兄の国と形の御事が、おう、そういえば、うん、家族も、うん、家来も、うん、ね、淡路島の方に置いてきたわって、お一人で来たんかい。せっかくだけどそろそろ俺西に帰るわと、おいおいおい。ね、富士山から西は俺が統治するから、ね、弟の国佐治は東側を統治してやと、おお、もし何か問題あったらこの高間ヶ原で会議しよう、ふんだねって。なるほどね。そういうことで帰ってったんですよ。そういう別れ方して、そう、そこから富士山から西は国と子たちの御事が統治し、はい、東は国佐治の御事が統治することになったわけなんですよ。はあ、ね、宮下文書でも、うん、日本が西と東に分かれました。分かれました ね、 ね、うん、下上の国の動画を見てくれた方ならね、うわってドキッとするシーンですよね、これは、ね、日本が2つあった、そう、西と東に分かれて、ね、いい感じに統治されていく日本。そんな中で西日本を統治する国と子たちの御事にも、東日本のね、国佐治の御事にも、ね、いろんな子供が生まれていくわけですよ。はいはい。そして国佐治の御事の5番目の子供がなんと、なんとあのイザナギの御事なんですよ。遅くない？これ出てくるかって感じですけどね。だいぶ遅いね。でまあ危機やったら、うん、ね、一番最初に大地にたどり着いた、うん、ね、もう現象の神的存在ですよ。そうね、このイザナギは国佐治の御事の息子さんやから、うん、東日本出身なわけですよ。はいはいはい。で、西日本は、ね、国と子たちの御事が統治してるわけでしょ。うんうん。だからこっちに行くわけですよ。ああ、はあ、西の方に赴いたと。はいはい。で、国と子たちの御事について働いたらしいんですよ。なるほど。東はって感じやけど、うん、ちなみにこの時の国と子たちの御事は西とは言っても、うん、九州とかじゃなくて、うん、京都の前鶴あたりにいたらしいんですよ。ああ、割と近めの西のちょっと規模感がちょっとちゃうかったんかな。で、イザナギもそのあたりについて働いてたみたいなんです。なるほど。だから西日本のナンバーワンが国と子たちの御事で、うん、ナンバーツーがイザナギみたいな感じで、はいはい、ね、この一帯を統治していったと。うんうん。で、どんどん北上していったんですよね。うん。で、この辺りの地域のことを阿蘇北地方と言ったらしいんですよ。へー、阿蘇北地方。阿蘇って言えばね、うん、まあ、九州の阿蘇山辺りを連想するんですけれども、ほんまやな、全然場所ちゃうな。そう、その辺りをなぜか阿蘇って呼んでた。ほう。まあ普通阿蘇と聞いたら、うん、まあ、九州の辺りを連想するけれども、うん、後にね、神々のお墓が建てられた地域とか、宮下文書の記述から考えると、この阿蘇北という場所は加賀の国、現在でいう石川県にあたる場所だったみたいなんですよ。ああ、そうなんや。そう、だ、京都の舞鶴から徐々に北に進軍していったわけですね。うんうん。ちなみにこの辺りは古代日本において古四国と呼ばれていた地域で、ほう、言ったらこの宮下文書ではイザナギさんはこの古四国の辺りを拠点にしてたよってことを書いてるわけです。ああ、なるほどね。そう、いまいちね、イザナギがどこを拠点にしてたかわからんかったけれども、うん、宮下文書ではもう石川県だと、この辺だ、言うてはると。なるほど。そしてイザナギはある女性と結婚するわけですよ。はい。その女性が国と子たちの御事の娘であり、はい、後にイザナミと呼ばれる存在でした。まあそこはやっぱそうですね。そうなんですよ。しかしね、うん、その女性の当時の呼び名がちゃうんですよ。おれ、なんとね、うん、白山姫という名前やったんですよね。白山姫。そう、まあ、白山姫でピンとこない方はね、ぜひこちらの動画を見てほしいんですけれども、白山というのは石川県にある霊山白山のことであり、はい、この白山で祀られる神様こそがあの大人気女神くくり姫なんですよ。わー、出たくくり姫。まあ、日本書紀ではね、ドロドロの争いを知るイザナギとイザナミの間に入り、うん、その中を取り持ったと伝えられてましたよね。うんうん。宮下文書ではなんと、うん、イザナミイコール白山姫、すなわちくくり姫だと記されてるわけですよ。あー、本人そのものない。そう、なかなかすごい内容ですよね。うん。危機ではね、古四国はヤマタノオロチが支配したと考えられる場所で、スサノオによって統治された地域なんですよ。そうだよね。しかし宮下文書ではイザナギとイザナミが古四国を拠点にしている。はあ、なんか不思議ですよね、これもね。なんかね、いや、考察しがいありますよ、これは。悪いよ、これは。視点を少し変えればとんでもない事実が浮かび上がってきそうですけれども、一旦置いときましょう。一旦これ置いといてね。とにかくね、イザナギとイザナミは結婚し、イザナギは義父となった国と子たちの御事の後を継いで、うん、東じゃなくて西国のトップとなったんですよ。はいはいはい。そしてこのイザナギとイザナミの間にも、お、3人の子供が生まれます。あ、来た。ねえ、これはね、イザナギとイザナミから3人生まれるとなると、もう生まれると多分一番ね、ね、大事な。しかも1人の娘と2人の息子やからね、うん、ああ、もうかっこいい。
定や。もうこれは三騎士に確定やないかと。うん、でまずね、一人目の娘の名前、はいね、娘さんの名前は、うん、大一姫。大一姫、またの名を大昼目と言って、お後に天照大神と呼ばれます。ああ、そうやね、はいはい、ね、やはり来ましたね、はい、天照さんね。天照さんですよね。しかも大一姫イコール天照大神だとはっきり書かれてる。もうすでにイコールになってる ね、まあ、これまでの考察にもピタピタに繋がりますよ ね、 ね。でもね、明新たに生まれるとかいうエピソードもなく、うん、シンプルにイザナギとイザナミの子供やったと。あー、確かに。そう、そしてさらに2人の息子のうちの1人はね、はい、つくよみの巫女と。はい、つくよみではなく、ではなく月峰の巫女と。あー、ちょっと違う。そうね、2人目はなんと、ほうね、もうそれはもうスサノオでしょうと言いたいところなんですけれども、ヒルコの巫女なんです。ヒルコね、うそ、そうなのよ。あの活躍せんかった。そうそう、キレはイザナギとイザナミが最初に産んだ神様やけれども、うん、まあ、骨なしのブヨブヨ状態で生まれてきたから、うん、これちょっと神様には入れれませんってことで海に流された。ピャね、悲しき存在でしたよね、うん、そのヒルコがなんと、うん、宮下文書では三鬼神的な存在として描かれてるんですよ。格上がりしてる。これはびっくりよねでそんな感じでイザナギイザナミから生まれた三鬼神的な神々、うん、イザナギは大昼巫女と天照大神に広大な平地を与え、はいね、月峰の巫女には広大な山岳を、うん、ね、でヒルコの巫女には広大な海を与えました。おろ、だから危機でもね、スサノオが大海原任されてるから、おやっぱりヒルコがスサノオと同じポジションなの。そうやな、ね、そしてこのヒルコの詳細がめちゃくちゃおもろいです。わー、なになに、宮下文書におけるヒルコ、うん、やばいです。やばいね、アマテラス大神の弟にあたるヒルコっていうのは、うん、別名エビスと呼ばれ、おお、それも竜神としてね、海を支配したと。すげえやん、なんか。そうね、そして彼が住む宮殿は、うん、竜宮城と呼ばれてたらしい。あらららららら、らね、えそんなとこに繋がる。そうなのよこれまでの考察を見てくれてる方ならここもね、うん、めちゃくちゃ興奮ポイントじゃないかなと。ヒルコイコールエビス呼びが公言されてる上に、うん、竜神と来ましたよ。来ましたね。ね、この興奮ポイントはぜひね、東北シリーズを見てほしいんですけれども、とにかくね、ヒルコは竜神として海を統治し、はい、ここから豊玉姫や、うん、玉頼姫が生まれたということなんですよ。うわー、すげー。そしてさらに月峰の巫女は、うん、本来はね、皇位を継承するポジションにあったんですけれども、うん、その皇位を姉の天照大神に譲って、自分は鹿島と呼ばれる地域に移り住んだと。うん、そして月峰の巫女の子供が大山津美、もしくは寒川彦と呼ばれるようになったと。まあ、危機に登場する大山津美といえば、うん、この花咲夜姫のお父さんとして登場してるしね、うんうん、天孫である仁義の巫女に寿命を与えるっていう、はいはいはい、もう不老不死やったけど、うん、ぶち切れて仁義にね、何してくれとんねん言うって寿命を与えたっていう、とんでもない神様が大山津美、はいはい、このお父さんが月峰の巫女。はあ、なるほどね、そういうつながりない。そうなのよ、ね、そんな感じで宮下文書における重要な神様が出揃ってきましたよね、これで。いや、オールスターが出揃いました、ね、でスサノオおらんくない。そうそうそうおらんくない、気づきましたね、大事な。そうそう、やっぱね、うん、スサノオが出てけえの気になるやんか。いや、そら一番知ってるよ。そう、でもスサノオが登場するのはここからの展開なんですよ。この後、そう、しかもとんでもない悪役として登場する。マジ。そう、ここからの宮下文書もかなりね、ハードな展開となっていきますけれども、さらにね、踏み込んでお話していきたいと思います。はい。雨の港主と一族が大陸から移動してきたこと、高見結びが古代中国の伝説的な神王と同一であるということ、うん、イザナギ、イザナミの将棋のルーツなど盛りだくさんでしたが、いかがだったでしょうか。はい、ぜひね、今回の動画の皆さんの感想をコメントでお聞かせください。そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄に僕らの SNS もあるので、ぜひチェックしてみてください。ということで、本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ。バイバイ。